どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルザです。今回はバージョン 2.5 前半の復刻枠の一人であるカフカについて解説をしていきたいと思います。最初の実装はバージョン 1.2 ということで、登場したのはかなり最初の方のキャラになるかなと思います。ですが、性能としては持続ダメージに特化した内容となっており、他のキャラにはない性能を持った強力なアタッカーとなっています。特に代表的な編成で言えば持続編成になりますからね。カフカがいないと成り立たないくらいのメインキャラとなっています。ということで今回は実装からカフカを使い続けてどういった点が強いのか、また現環境での適性などもまとめて解説したいと思います。今回はモチーフ公演水の話もしていきますので、気になる方は最後まで見てもらえればと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず現環境での強みから見ていきたいと思います。カフカに関してはポイントは3つありますね。まず1つ目、持続ダメを起動できるキャラというとこです。全持続ダメージならスキルや必殺技によって全ダメージ発動できるというのが特徴となります。この全ダメージっていうのが特殊なんですよね。これは登場してから唯一無二の性能となっていますので、非常に強力な魅力の一つとなっています。同じ持続ダメを発動するっていうのはあるんですが、全ダメっていうのはカフカの唯一の魅力となります。続いて2つ目、キャラの対応力が非常に高いというところです。カフカに関してはメインアタッカーという役割だけでなく、予備のサブアタッカーで雷弱点の対策など幅広く対応ができるようになっています。これが意外とありがたい要素となってまして、弱点に合わせてカフカを使えるというのは非常にいいところかと思います。続いて3つ目、持続ターンを消費しないというところです。カフカの持続ダメージの起動には強制発動という面があります。ですが、これに関しては、ターンの消費がされないようになっています。といった仕様があるんですよね。なので、持続ダメージの発動機会を単純に増やせるっていうのが強みになりますので、カフカのターンが多ければ、それだけ持続の発動が狙えるっていうのがあります。カフカに関しては、効果力の感電持続ダメージと味方の持続ダメージを有効活用しながら戦うことができる万能型のアタッカーというところになります。それでは続いて、現環境での弱みについても話していきたいと思います。まず、耐久面が乏しいというところですね。まず、カフカに関しては、虚無キャラということもありますので、耐久面においては脆いところがあります。また、持続編成も耐久が低いキャラが多くなりますので、高頻度の回復ができるヒーラーが必須級に欲しいところってなりますね。続いて2つ目は、効果抵抗が高い相手は苦手というところです。持続ダメージに関してはデバフ効果となりますので、効果抵抗が高くなりがちなボスなどはデバフ付与が厳しくなることがあります。そのため塞がれるとちょっと辛いというのがありますね。なので、カフカに関しては多少なりとも効果命中を盛る必要があるというのだけは注意点として挙げておきます。続いて3つ目、立ち上がりが遅いというところです。持続ダメージに関しては付与をしないとダメージが発生するということはありません。なので、初動時に付与されていなければ、持続ダメージを発動できないというのがあるんですよね。なので、カフカを含め、その味方の攻撃回数も意外と重要となります。その性能から、初動はどうしても立ち上がりが遅くなる傾向がありますので、その点だけは注意してください。カフカの弱みとしては、対応力自体は非常に高いんですが、初動での立ち上がりやデバフ付与によって、ダメージが大きく変わる部分があるというのが特徴となります。対応力が非常に高いなっていうのはもちろんあるんですが、対策がされると扱いが難しいなっていうキャラになります。続いてカフカの凸について話していきたいと思います。カフカの凸に関しては、ほとんどが持続ダメージの効果アップとなっています。ただし、4凸だけ仕様が違って EP 回復がするっていうところになりますね。感電ダメージで回復するのが意外とありがたいところです。基本的に凸をすることに関しては、よっぽどでない限りは優先度が高くならないかなと個人的に思ってます。まあ凸をすることで持続ダメージが上がるっていうのはもちろんなんですけど、早くても2凸までしないといけないんですよね。1凸に関しては追加攻撃のみの効果となっているので、その点がちょっと難しいかなと思います。そのため、凸よりも実際はモチーフコインを優先した方がカフカの性能を飛躍的に伸ばすことができますので、凸に関してはモチーフコインを引いた後っていうのがおすすめできるポイントとなります。まあできれば貫凸までしたいっていうのがありますが、正直凸はしてなくてもそれなりに強いかなと思いますね。続いて、コイン水の候補について話していきたいと思います。まず、おすすめのコイン水ですね。一つ目はモチーフの松のみです。4度目アップに加え攻撃すると速度もアップする優れた公演水となっています。
この2つの性能はカフカと相性が非常にいいですね。また専用のデバフ、融資を付与することができますので、カフカの持続攻撃の種類を増やすことが可能となります。これ後ほど説明したいと思いますが、この融資というのが非常に便利なものとなっています。続いて2つ目は孤独の癒しです。観察がしやすいっていうのが1つの理由ですね。こちらに関しては撃破特攻がアップするため、持続ダメージの火力を少しでも上げることは可能となってます。さらに必殺技の持続用ダメも上がるため、火力を伸ばしやすいっていうのがあるんですよね。また EP 回復の条件については、持続デバフをもらった敵が倒れるっていうのがありますので、満たしやすいっていうのがあります。そういった点で扱いやすい公園水というとこですね。続いて3つ目はおやすみなさいと寝顔です。持続ダメ付与で公園水の発動条件が満たされるっていうのがありますので、余ダメを簡単に伸ばせるようになります。最大で酸素を累積できるのも嬉しいところですね。貫突した場合ですが、孤独よりもダメージが出しやすくなるというのがありますので、突如状況によっては2番目に来ます。続いて4つ目、獲物の視線です。条件なしで装備するだけで効果命中と持続ダメージを簡単に伸ばせるのが嬉しいところとなります。他の公園水を持っていないなら、ぜひ活用したい公園水というところになりますね。公園水に関しては、できれば松の実を装備しつつ、なければ孤独の癒し、おやすみなさいなどを優先するといいかと思います。それでは続いてモチーフ公園水の必要性について話していきたいと思います。まず松の実の性能について振り返りをしたいと思うんですが、こちらに関しては装備するだけでキャラの余ダメが 24% アップするようになってます。さらに攻撃を行った後、速度がプラス 4.8% 以上されるんですよね。最大で酸素を累積できるので、速度をガンガン上げることは可能となってます。しかも装備キャラの攻撃が敵に命中した時、その敵が有志状態でない場合は 100% の基礎確率で敵を有志状態にするっていう効果があるんですよね。これが非常に強いものとなってます。で、有志状態の時に関しては感電状態とみなされるようになってますので、敵はターンが待ってくるたびに攻撃力分の雷持続ダメージを受けるっていうものになってます。この有志は感電状態とみなされるとありますが、感電とは別物になりますので、かなり強いんですよね。なので、カフカを扱う際には、この公園水っていうのを持ってるか持ってないかで、だいぶ差が出るかなっていうところです。それでは、強みについて話していきたいと思います。この公園水の強みを一言で言うなら、カフカの全ての攻撃でデバフ付与が可能になるということです。公園水の効果としては、余ダメアップしたり、持続ダメが強化されるっていうのはもちろん強い部分なんですが、さらに全ての攻撃でデバフ付与が適用されるっていうのが魅力となります。特に一番魅力的なところとしては、スキルですね。スキルに関してはメインターゲットのみ持続デバフを付与するということは可能だったんですけど、こちらの公園水を装備していると両隣に対してもデバフを付与できるようになります。とりあえず攻撃が当たればというところになりますので、それが非常に相性がいいんですよね。この効果によって全体にまんべんなく持続ダメージを付与することは可能となりますので、カフカの火力を上げることにつながります。この点が本当に優れてるなと思いますね。で、こちらの公園水必要性についてってとこなんですが、実際自分はモチーフ公園水を使ったり使ってなかったりってこう比べてみた時があるんですけど、これに関しては凸をするならモチーフを優先した方がいいっていうぐらい、こちらの公園水は優秀だなと思います。まあ、カフカに関しては持続ダメージの発動がダメージ減となりますので、全ての攻撃で持続ダメージを付与できるようになるモチーフは非常に強力かと思います。しかも有志は感電と別のデバフをカウントするため、単純に持続ダメージの種類が増やせてダメージを伸ばしやすくなるという特徴もありますからね。また速度アップの効果もあるため、攻撃するほど行動回数が増える機会が増えるのも嬉しいところとなります。正直カフカにとってはめちゃくちゃ相性のいい公園水となってますので、必要性は高いなと個人的に思っています。続いて異物の候補についてです。まず異物に関しては現環境なら囚人一択というとこですね。こちらの公園水に関しては攻撃力アップがセット効果で発動する上に、持続デバフ一つにつき防御力 6% 無視をすることは可能となっていきます。しかもこれって最大3層できるんですよね。なのでカフカだけでなく現持続キャラの最適な異物となっています。なので持続キャラは現状この異物は基本となりますので、カフカも一緒で装備するならこれ一択となります。また育成する段階でいらないものも出てきますので、使い回しができるのもいいところというところですね。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関してはグラモスがおすすめです。こちらに関しては攻撃力アップと速度による余ダメアップが魅力的というところですね。
ポイントとしては装備するだけで攻撃力が上がるため、カフカの持続ダメージを伸ばしやすいっていうのがあります。また速度が135を超えればさらなるダメージアップを見込めるため、条件を満たせるなら最適なオーナメントっていうところですね。さらに160っていうところで言うと、バフを受ければ160目指せないことはないので、戦闘中に条件を満たせればさらに火力もアップができるオーナメントとなっています。それではメインステータスなどのおすすめについてです。銅に関しては攻撃、普通に関しては速度、で次いで攻撃、弾に関しては雷よだめ、縄に関しては攻撃パーセントとなります。基本的に攻撃をガンガンボールっていうのが大事ですね。次いでサブステータスです。優先度としては速度、効果命中、攻撃パーセント、撃破突破となります。効果命中に関しては次話しますが、数値の条件を満たしたら優先度落ちていきます。それではエンドコンテンツクリアのために必要だったステータスの紹介です。まず HP に関しては3400以上あるといいですね。カフカに関しては耐久面がやっぱ脆いっていうのがありますので、それくらいは必要かと思います。 できれば防御力も1000近くはあるといいですね。続いて攻撃力は3600以上がおすすめです。高ければ高いほどいいです。速度に関しては135以上をおすすめです。これはグラモスのセット効果の発動を狙うためです。最後に効果命中ですね。こちらは 30% 以上となります。まあ、効果命中に関しては 30% ほどあればある程度デバフの付与ができるようになりますので、問題はないところとなります。その後は攻撃力をガンガン伸ばしていくっていう流れで大丈夫です。効果命中に関しては、まあ、自分は 40% ぐらい組むようにしてますが、まあ、30% ぐらいでも大丈夫かなと思います。続いては持続編成の環境適性について話していきたいと思います。これに関してはカフカ軸で考えていった時っていうところですね。まず持続編成は今でも使えるのかっていうところですが、エンドコンテンツなどにおいて問題なくまだまだ使用が可能だなと思ってます。特に雷属性の弱点がつけるのであれば、持続ダメージでご利用しができるようになっていますので、高難度でもそれなりにクリア自体は可能になってますね。特に今回の高難度に関しては雷弱点っていうのがそんなになかったんですが、裏庭で持続編成のみでクリアができましたので、まだまだ現役で使えるなと思ってます。続いて性能に関してですが、トップクラスではなくなったっていうのがありますね。持続編成に関しては今でも使えると言っても、ホタルやヨミといった最強編成よりかは劣る一面というのはもちろんあります。最適編成を組めてやっと高難度もクリアできるみたいなところも増えてきていますので、流行りの編成よりも強いっていうのは期待しない方がいいです。これに関してはもう環境がどんどん変わっていくので仕方がないなと思いますが、正直カフカに合うキャラが出てくればまた強くなる可能性はあるのかなと思っています。持続編成に関してですが、まあ、実装当初やピノコニー編でブラックさんの登場した後などは適性が高く強かったなっていうのはもちろんありましたが、最近のインフレによって以前よりも活躍の機会は正直減っているなと思ってます。ですがこれに関しては弱いっていうわけではなく、周りが強すぎるため差が開いているように感じるだけっていうところになりますね。編成としては未だに活躍ができる部類と言ってもいいかなと思いますので、まあ、揃えれるなら持続編成を使ってみるのもいいのかなと思います。個人的には今でも裏庭とか虚構女児いろいろ使ってるシーンがありますので、そういったところで活躍できるのを見てるとなかなかいいキャラだなと思ってますね。続いてエンドコンテンツの使用感について話していきたいと思います。先ほどちょっと話出てましたが、具体的に話していきたいと思います。まず1つ目、忘却の庭に関してですが、問題なく使えるっていうところです。雷弱点の要因として活躍ができるっていうのがあって、結構扱いやすいキャラになってるんですよね。なんなら敵弱点一つつければ持続編成でも低ラウンドでクリア自体はまだまだ可能です。だいたい前半4ラウンドでクリアとかそういったこともできますからね。まあそういった意味では問題なく使えるキャラとしてカフカは十分な性能を持っているかなと思います。ただこれに関しては忘却の庭のみっていうところですね。虚構女児と末尾に関してはギミック次第なところがありますので、その点だけは注意が必要かなと思います。続いて2つ目、ヨミの編成のサブとして活用するのがいいっていうところですね。カフカに関しては雷アタッカーとしては非常に強い部類かなと思ってます。まあ、使ってて扱いやすいですからね。なので持続編成で活躍ができない場面っていうのももちろんありますので、そういった時はヨミのサブアタッカーなどに採用すれば違うところで活躍ができるようになります。ヨミの場合はデバフ付与っていうところが重要になりますので、カフカと非常に相性がいいんですよね。なのでサブアタッカー要因としても使えるという点を活かせば、エンドコンテンツのキャラ単体としては活躍ができますので、エンドコンテンツの使用感として個人的には満足できるものと思っています。
続いてパーティーの紹介をしていきたいと思います。今回候補としては3つですね。そもそも各課の編成が幅が狭いっていうのもあります。まず1つ目、持続ダメ編成ですね。今組むならこれが一番いいのかなと思ってます。メンバーとしてはカフカ、ブラックスワン、ルワン、ホホとなります。持続編成を組むなら最適編成というところですね。ルワン入りの方が個人的には人生削りやダメージで戦いやすいっていうのがありました。もちろんロビンと入れ替えて攻撃力バフをガンガン盛るっていうのもありですが、個人的にはルワンの方がおすすめかなっていうところです。ただこちらの編成あまりにも揃えるまでが大変な編成となりますので、揃ってる人はぜひ使ってくださいというところになります。続いて読み持続編成ですね。メンバーとしては読み、カフカ、ブラックスワン、アベンチュリンとなります。読みのサポートに入れる場合はこちらの編成がありっていうところですね。雷弱点ならなおさら活躍ができるっていうのがあります。ただ SP 管理が非常に難しい編成っていうところがあります。耐久面が脆いところがありますので、バリアの付与もそれなりにしないといけないので SP が枯渇しやすいんですよね。なので誰が通常攻撃をするのか常に考えないといけない攻撃編成となっています。それでは最後、星音編成についても紹介したいと思います。星音に関してはカフカ、サンポ、アスター、ギャラガーとなってます。カフカとサンポでダメージを出す編成というところですね。サンポに関しては4凸しているとより活躍が期待できますので、できれば4凸したサンポを使ってください。またこちらの編成に関しては攻撃頻度が多い編成となりますので、ギャラガーと相性がいいところとなります。ただしギャラガーに関しても2凸はしておいた方がいいかなと思いますので、星音編成とは言ってますが何かと凸が必要な編成となっています。カフカの編成に関しては高級な編成が多く難易度が高くなっています。最低フォがいれば星音の持続キャラでも代用ができたりしますので、パーツが揃っているかはかなり大事なところになるかなと思います。正直サブアタッカーとして運用するならまだいいですが、メインとして使う場合はパーツが揃わないと難しい編成となってますので注意してください。それでは最後、バージョン 2.5 の環境から見たカフカの復刻ガチャについて話をしていきたいと思います。今回は3つの項目で話していきたいと思います。まず1つ目、ガチャについてです。ガチャについてですが、ヨミのサブアタ要因か持続編成のパーツがすでにいるならガチャはありっていうところになります。正直カフカを単体で引くかって言われると難しいところですね。でその理由に関してですが、持続特化っていう性能があるため手持ちのキャラの影響をかなり受けるようになってます。そのため予備の編成強化が目的であったり、持続編成のパーツをすでに揃えているのであればガチャは引いても活躍ができるようになりますので、引いてもいいのかなと思います。本当このパーツが揃ってるかどうかが大事なんですよね。ただし一から持続編成を揃えるってなった場合はかなりの時間がかかりますので、それだけは注意しておいてもいいかと思います。カフカが推しで引きたいなっていう方は全然引いてもらってもいいんですけど、持続編成を目的とした場合はかなり時間かかるっていうだけイメージしておいてください。それでは続いて現環境からの視点も見て話していきたいと思います。こちらに関しては相変わらずどのコンテンツでも使用が可能といったキャラですね。また他編成のパーツとしてもありっていう優秀なキャラとなってます。カフカ自身に関しては単体としてもかなり優秀かなと思ってますね。雷弱点のキャラに対して広範囲で攻撃が可能なので、エンドコンテンツでも活躍はしやすい性能となっています。しかもカフカに関しては持続ダメージ編成ならメインで扱えるとなりますが、その他ではサブアタッカーとしても活躍できるっていうのがありますので、未だに性能自体は健在だなと思いますね。デバフを回復するってキャラもそんなに見ませんので、個人的にはまだまだ環境に刺さるキャラクターかなと思ってます。それでは最後、ガチャに優先度について話していきたいと思います。優先度としては持続編成をするなら一番先に引きたいキャラっていうところですね。ガチャの優先度としては持続編成組むならカフカがいないと成り立たないっていうのがあるので、やはり一番に引く必要があります。持続編成は持続ダメージの発生頻度に依存して火力を出すっていうのがありますからね。それを強制発動できるカフカは非常に強力な性能ですので、これから揃える人はとりあえずカフカを用意するのはおすすめっていうところになります。ちなみに復刻枠のロビン、カフカ、ブラックスワンのところの話で言うと、優先度としてはロビンが一番となります。これはアタッカー主体なんですが、衣装とかはすでに引いてて追加攻撃キャラを揃えれるっていう状況であれば、個人的にはロビンを推してるところになります。
その上で持続編成を揃えたいっていうのがあればカフカが次に来るっていうところですね。ブラックスワンに関してももちろん強いんですが、個人的にはカフカがいて成り立つかなと思ってますので、ブラックスワンが一番最後となります。まあガチャ入選度に関しては自分の目的次第っていうところが大きく影響を与えるようになってますので、そのあたりは手持ちと相談をするようにしてください。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。